しますよ。はい、腕借りますね。はい、腕借りますよ。今からお骨がバキバキと音が鳴りますけどね。だらーんとしておいてください。もう近い向き、そうそうそう。ちょっとバキッとなってる。ええわーって感じですね。はい、この反対側も行きましょう。で、一辺座って、こちらに足を下ろして座ってください。よいしょ。よいしょ。ここでね、こうやって腕組んでもらっていいですか。はい、そうそうそう、丸くなってもらって、そうそう、後ろ倒して。よいしょ。よいしょ。みちみち音が出ましたね。はい、では手を離してもらいました。で今から首をバキバキして首の骨を取っていくんですけれども、はい、人によってね2000人に1人ぐらいちょっと首を痛めてしまう可能性があります、はい、なので怖いって言われるんだったらバキバキせずに直していく方法もありますが、はい、どっちがいいですか。大丈夫です。はい、いいですか。はい、はい、で首見ていきますね。で触らさせてもらうとここを押さえると痛いでしょ。はい、痛いです。でこっちも痛いんだけど特にこっちの方がきついので、でこう右側向いてもらってグーもう一回しか左側向いてもらって、そうぐーっとな、よいしょ。あんま音鳴らなかったんだけども、うん、ほらこれでもう痛くない。あ、痛くない。ね、はい。ね。が今のがカイロプラクティックっていう技術なんですね。はい。では起き上がってください。はい、以上でございます。うわー、痛かったー。痛かった。あ、でもどうですか。てかもうふくらはぎが筋肉痛。ですよね、うん、で今ね終わった後ってどんな感じかって言ったら髪の毛をきれいにカットして整えた状態、うん、このスタイリングずっとキープできますかって言われてもできないよね。体も一緒なんですね。全然コリがなくなってる。コリがなくなってるの分かります、うん、なんでこの状態をキープしようと思ったら1ヶ月ぐらいまではまあまあキープできるけどやっぱりそれぐらいから髪の毛もちょっと気になりだすじゃないですか、うん、その感じと一緒ですね。わかりました、はい、なので一応定期的にお手入れされた方がいいよとはお伝えしてます。はい、はい、そうですね、はい、私もそう思います。うわー、めっちゃ痛かったけどめっちゃ気持ちいい、はい、今これはね、回数を重ねて今日1回目で痛かったんですけど、はい、2回、3回で続けると痛さが減っていくんですよ。あ、そうなんですか。はい、不思議不思議でも、わかった。動画であんなに叫んだ、なんであんなに叫んだのかと思ったけど叫ぶわ、はい、叫ぶでしょ、うん今まで届かなかったところに入れ、こう、グイグイ入ってきた、来ましたもん。よかったです。そういうことなんです。いつも、あ、もうちょっとそこやねんけど、みたいなところが、そこやねんって入ってくるから、それが分かる人は、うん、そこやってんっていうので、ずっと通われたりするんですよね。うんうん、ああ、なるほどね。痛かった人はもう無理って言ってこないんですけど。あ、でも分かった。分かった。はい。はい、以上でございます。ありがとうございます。気持ちいいわ、ふくらはぎがもうすでに